しっかりと私の後をついてきてください。一段と霧が濃くなってきたな。よし、チャンスだ。うん、匂いでわかる。匂わないと思うけど。行けるもんならとっくに行ってるわーい。行くぞゴン。待って、これじゃどっちに進んでるのか全くわからないぞ。なんだ。なんだ。くそ、どっちに行けばいいんだ。あっちだ。人の声を真似るのか。なんだかあちこちから悲鳴が聞こえてくるけど。今追いかければまだ間に合う。どっちに行けばいいんだ。止まれ。あっち見ろ。貴様はハンターにふさわしくないってな。今年受かるからもう受けないし、ハンターは獲物を狩るもの。うっせぇ。試験官ごっこ。わっ、あれ、あいつどこ行ったんだ。二人まとめてかかっても勝ち目はない。今だ。賢明な判断だ。うん、レオリオ。うん、いい顔だ。間に合った。それ釣り竿見せてよ。それあ、仲間を助けに来たのかい。うん、いいよ。いい顔だ。君の仲間は殺しちゃいないよ。うん、君も合格。ヒサカ、そろそろ戻ってこいよ。一人でも戻れるね。やっぱりいないな。こっちだよ。レオリオのつけてた香水は独特だから。ヒソカは審査していたのかもしれないな。審査。ああ、やつの中にやつなりの強さの基準があって。でも俺ヒソカに何もできなかったよ。おそらく自分と似た匂いを感じ取ったんじゃないか。しかしあの超人的な身のこなし、そんな風に考えたのかもしれないな。怖くて逃げ出したいって思ったけど変だよね。生まれて初めて体験した死の恐怖。どうやら間に合ったようだ。レオリオ、キルア。
前よくここまでたどり着いたな。レオリオの香水の匂いをたどったんだ。では私はこれで皆さんの健闘をお祈りします。私が二次試験試験官のメンチよ。どうやら腹ペコのようね。料理よ。料理？なんで料理なんだよ。美食ハンターメンチとブハラ、この二次試験で50人。ブハラ、指定する食材は豚だよ。それじゃあ二次試験。ビスカの森に生息する豚って言ったら一種類だけでしょ。豚を捕まえて料理。やっほー！おい！肉食？大きくて頑丈な鼻で敵を弾き飛ばす。おりゃあ！ありゃ！あいつら、額が弱点だったのか。あらま、大量だこと。今年の受験生は優秀ですな。さあ、とっとと食って合格にしろ。実食。焼きすぎね。一目瞭然でしょ。くそ。え、なんで。いまだに一人も合格してねえな。どうだい、俺様の料理。次は俺のだ。次は私だ。ジャッジをお願いする。まずいわ。残念だったな。てなわけで合格者なし。やはり彼女の悪い癖が出ましたか。仕方あるまい。合格者ゼロ。マジかよ。冗談じゃねえぜ。不合格の決定は変わらないわよ。どいつもこいつも似たような料理ばかり。料理を舐めてるとしか思えないわ。俺が目指してるのはコックでもグルメでもねえ。俺は賞金首ハンターを目指してんだ。また来年頑張れば。武芸なんてハンターやってりゃ嫌でも身につくのよ。それにしてもあれはハンター協会のマーク。審査委員会の会長でありネテロ会長よ。試験官は続けてもらう。その方が受験者も納得いきやすいやろ。なるほどな。あ、いいかま。さあみんな崖。あれはあれがクモワシの卵。別名幻の卵と呼ばれておる。単なる自殺行為じゃねえか。ああ、面白い。はい、これでゆで卵を作るの。そりゃ。お先に。俺たちも行くか。風は常に吹いているわけじゃないからな。その風はいつ吹くんだよ。くそ、風なんて待ってられるか。今だ。残りはまさに幻の卵だ。よかったら食べてみない？うめえ。こいつとらこれに命かけてんのよね。